こんばんは。思い出の一文字を形に、をコンセプトに活動しております。一文字の長澤翼です。本日も絵を描きながらお届けしたいと思います。本日は、過去の成功体験を足かせになるというタイトルでお話しします。過去の成功体験というのは無意識に足かせになるので、留意する必要があります。過去の成功体験を活かして、次の挑戦に挑んだところを全く通用しないということが往々にしておきます。 ここで論点を明確にします問題なのは通用しないことを無意識的に環境のせいにしてしまうということですそしてあの時はこうだったからこうだったけど今回はダメだったと思考停止してしまうことなのですダメだったで終わってしまうこと自体が非常にもったいないなと思います無意識の積み重ねの成功体験を引きずりあの時はこうだったと過去の栄光を語る栄光おじさんになってしまうのです成功体験を応用すること自体は非常に良いと思います ただ大前提を抑えておかないといけないのが過去と今の状況は自分自身だとしても違うということです極端な話風邪,薬をいて、えー、風邪をひいたからといって風邪薬を飲んだら治ったという経験があるからといって花粉症なのに風邪薬を飲んでも改善しないのは花粉症だからです花粉症ということを疑うこともせず風邪だと思い込んで風邪薬を処方し続けている状態ですということで大切なのは通用しない事実の本質を見極めて可能な限り早く対処するということです、えー トライエライエー、その後もエラー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 っていうことが立て続けに起きたりすることもありますでも大丈夫その多く続いたエラーに対して真摯に対応していればあなたを応援するファンはきっと増えますサッカーであればシュートに対してキーパーが頑張って追ったけど結果ゴールを決められてしまったそんなキーパーを誰が攻めますか何もしないでゴールを決められてあの位置はどんなに頑張っても届かないから諦めた体力を消費しないで済んだとか言われたらそれはファンは怒ります 止められてしまったら今のシュートはどうやって止められたかなとすぐに考えてみてください。飛ぶよりも早くあと一歩踏み出してから飛べば届いたかもしれません。その悔しがっている姿に信用がつくのです。成功体験は一旦忘れて目の前のことに集中してあなたはあなたらしく正直に真摯に対応してみましょう。そんな無邪気なあなたを周りの人は見放さないはずです。ではまた。